です。自分は今後何をしていきたいかが分からず、それがゆえに今すべきことが何も分かっておりません。という相談をある経営者の方にさせていただいたときに、過去の自分を見つめ直して何をしている自分が好きなのかなどを考えろと言われました。出てきたのは、世界を回って世界を知ることであったり、いろんな資格を取って自由な時間を旅行や自分のスキルを習得するための時間に使いたいと考えました。そのために必要なことを考えたときに、お金と時間が必要だと感じたのですが、そこから今すべきことをどのようにして考えていけばいいでしょうか。結局お金を稼いで時間に余裕を持たせることが目的となってしまい、何をしていけばいいのかが分かりません。質問長くなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。なるほど、死んだらいいと思います。これは本当です。どういうこと？いや、本当にだからもう死ぬまで同じこと言ったらいいんじゃないですか。何をしたらいいか分かんない。はい、それはまあ自分で考えろっていう話です。はい、まあ、もうちょっと補足するとですね、最初何て言ってましたっけ。彼は何していきたいのかが分からず、それゆえに今すべきことが何も分かってない。それでいいんですよ。それでいい。それがダメみたいな感じじゃないですか。みんなそうだし、うん、でそれで何も分かんなくても、わあなんか旅行行きたいんだよなって言いながらマクドナルドでアルバイトしたらいいじゃないですか。うん、ウーバーイーツやったらいいじゃないですか、うん、っていうだけの話です。はい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 。ああ、何をしていきたいかが分からなくて別にいいと。それが普通です。で、そこから抜け出すっていうのは、要は、ウーバーイーツって仕事もあるわけだし、うん、なんかマクドナルドっていう店舗もあるわけだし、うん、そこで働けるわけですよ。うん、だったら、それでも生きていける国だからもういいんじゃないかっていう。で、その後はすべこべ、いろんなところで資格を取って旅行行きたいんですけど、うん、世界を、回ってね。うん、そうしたらいいじゃんっていう話じゃないですか。でもそのためにはお金と時間が必要なんです。うん、でもやりたくないんです。じゃあもういいんじゃないっていう人たちを、抱えてしまった国が日本ですよ。はい、贅沢難民です。贅沢難民は例えば先進国だったらどこでもいる話なんですか。いや、日本がかなり顕著です。日本が多分ダントツで贅沢難民ですね。なんでかっていうと、貧富の差っていうのが世界レベルでもう極端にない。日本が、はい、で治安の良い悪いも極端にない。なんでかっていうと、日本は世界でダントツレベルで政治がいいんですよ。つまりその国民が納めた税金を綺麗にちゃんと道路とか設備とか福祉に使ってるじゃないですか。だから正直日本で生まれちゃえばもうめちゃめちゃ楽なんですよ。でこれは逆に裏を返して言えば、日本って世界で一番トップレベルで移民を受け入れない国なんですよ。うんうんうん、そうですよね。もう違法労働とかも絶対ダメだし、うん、日本国籍なんか取得できないですよ。その代わり日本は日本国籍を持ってる人にはもう半端なくトリートしますよ。もういい思いさせますよって国が日本なんで。あ、じゃあ先進国全体で、まあ、例えば、まあ、オーストラリアとかアメリカとかヨーロッパとかでもその贅沢難民がいっぱいいるわけじゃないんだ。ん、日本みたいに贅沢難民ばっかりなわけじゃないんだよ、他の選手。ああ、全然違います。もっと明確に貧乏人っていうのがいます。明確に貧乏人っていうのがいる。路上で生活してる人がいっぱいいるとか、そういうことですか。路上で生活してる人だったりとか、あの見るからに恵まれない人だったりとか、いい暮らしができない人だったりとか、いい暮らしをしたいっていう人とか、うん、あれ見ましたか、韓国のパラサイト。見てない。見てないですか。あれとかも韓国の貧富の差を描いてるわけですけど、あんな家庭は日本にほとんどないですよ。描かれてる貧の方もうその地域がなんかもうゴキブリしか出なくて、もうズタボロでインフラも整ってなくて、全部水漏れっていうところはもうほとんどないです。でも世界には結構多いですよ。そういうスラムみたいな。そう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 。あ、確かに日本でスラムってないですもん。はい、多分ほとんどないです、うん、まあ中にはないくはないとは思いますけど、でも一部知る限りほとんどないですよ。だって毎回ノグスをしなくちゃいけないとかないじゃないですか。ないね。どの家庭にもトイレと、うん、あの排水はありますよね、うん、まあ公園にトイレもあるしね、日本って、うん、で言っちゃえばこう日本以上に弱肉強食の世界がこうすごいリアルというか。いやいや、絶対そうです。絶対そうです。だから本当にあの人たちみたくはなりたくないっていう気持ちがやっぱあるわけですよ、うん、でも日本ってあの人たちみたくはなりたくないっていう気持ちがすごく芽生えにくくないですか、うん、そうですね。絶対あんな風にはなりたくないっていうのが、うん、海外に行けばもう目の前に広がってるわけですよ、うん、なんで日本がそもそも長寿大国って言われるかっていうと、飯が綺麗だからだけですよ。ああ、健康的ってこと？違います、衛生面です。日本人って落ちたもの食べないじゃないですか。そうだね。でこれみんなに言ったらこれ当たり前だろうってなるんですよ、うんうんうん、でも落ちたものしか食えない人がほとんどなわけですよ、うん、スラムとか行ったら、うん、そうだね、はい、ゴミを漁ったりとかね、はい、だから日本よりも海外の方が貧富の差をなくそうっていうのはナチュラルですよね。だから海外の人の方がお金を稼いだ時に、本当に僕があの家庭に生まれなくてラッキーだって本当に思ってるから、自分は自分に能力があったんじゃなくて自分は生まれが良かっただけだっていう、だから彼らに対しても何かしてあげたいっていう気持ちはそれになりますよね、うん、吉岡さんが今恵まれてるのは吉岡家で生まれたからだけなんですよ。もう、うんうんうん、能力があったとかじゃないんですっていうわけで、隣の家庭の鈴木さんの家はもう家がないんですよ、そもそも、はい、っていうのを見て暮らしたら、うん、
もう成功する責任がありますよ。あー、なるほどね。こんだけ自分の家庭は恵まれてて、うん、こんだけ親にやってもらって、うんうんうん、大学にも行かせてもらって、うんうん、ところが、まあ、アッシュレイディを聞いた人、就活生とかも多いかもしれないですけど、うん、その就活がダリーとかさ、親に大学行かせてもらってるんですよ、うんうんうん、親に大学行かせてもらってる分際でなんか就職ダリーとか言ってるのは、うん、もう全員死んだらいいですよ、本当に、うん、っていうぐらいやっぱもう贅沢難民な国ですよね、うん、そのだから生きていくことに対するバイタリティが圧倒的に低い、圧倒的に低いです。まあ低くても生きれる国を作ってしまったって話なんですけどね。だからもう全員死ぬか、うん、ビーツに通うかしかないわけですよ、脈を開けるかね。だから先進国っていうのはお金を払ってでも自分が死ぬっていう思いを体感したいっていうので、うん、脈が上がる事業がやっぱ流行りますよ。贅沢なのか。だからタピオカなんか何も少ないですよ。なだ海外の方が寄付とかがこうナチュラルにできない、そういうのもあるってことですかね。一般的に日本の人たちは何を言うかっていうと、海外で寄付っていう文化、特にアメリカっていう国で寄付っていう文化が流行るのは、寄付は非課税だとか、要は寄付をすることで、まあ、要は免税みたいな言うんです、うんうんうん、要は自分が払うべき税金が安くなる、うんうん、だから彼らは寄付するんだって日本の人は言うんですけど、うんうん、全く違いますよね。今みたいな話です、うん、そりゃそうだよな、隣の人の家がなかったらそうだよな、使命感っていうかな、使命感もあるし、自分は本当に稼がなかったらああなるんだっていうことを目の当たりにしたいと思います。すごい。だからぜひ皆さん、生きるか死ぬかの環境に行けばいいですけど、まあ行かなくてもいいっていう、そんな話でした。